新型コロナウイルス感染拡大防止に役立ててもらおうと、若手社会人で組織する市政の会が、松山市にマスク3000枚を寄贈しました。マスクの寄贈を受けた松山市からは、市政の会大久保人市会長に感謝状が手渡されました。 と、はい、政の会員では松山を中心に約7年前に結成されました若手の松山の会社の経営者であったり後継者であったり幹部の方を中心に構成されてまして約40名ぐらいのメンバーが月に1回集まって勉強会だったり交流会を行っております新型コロナウイルスの影響で2月頃から 会がこう開催されすることがちょっと難しくなってきましてえまあ会費が毎月ちょっと積み立てているものが少しこうプールできてきましてで会員メンバーとこの会費をどのように使おうかっていう話を意見交換したところえマスクをちょっと寄付するのが一番いいんじゃないかっていう意見が多かったので今回えこう松山市の方に 連絡をさせてもらって寄贈されたマスクは、松山市の障害児の通所施設、児童発達支援センターひまわり園、親子通園クレヨン、旗寺児童発達支援事業所で使用されるとのことです。